みなさん、こんにちは、ひろきです。ご機嫌いかがでしょうか。私は元気にしております。さてさて、ザ・ジレンマ、もう我慢できない2、チャプター27に進みます。弱さを見せるワークショップや弾けるパーティーを経て、みんながこのリトリート暮らしで自分がどう変わったのかを振り返りますということで、はい、振り返りの回になりますね。行きましょう、続行。欲望と秘密。最後のがちょっとよくわからないですね。はい、はい、おっと、右上をご覧ください。次回からエピソード10に入ります。楽しみです。それでは今回の配信は以上となります。また次の配信または別の配信でお会いしましょう。さようなら。